ちょっとなんなのこいつ、超ザくない？ねえ、ヒコちゃんぶって何様のつもりって感じ。ほんとよね、いきなり失礼しちゃうわよね。ちょっともう、こいつのせいで白けたわぁ。もうガチでうるさいから他のとこ行きましょう。行きましょう行きましょう。グッドボタン押してね。ピーピーキャンディー。ねえ、ちょっと私の悩み聞いてくれる？なになに、どうしたの？いや、私最近妙に体温高くてしんどいのよね。私もよ。もう、めちゃくちゃうるさいな。そう、この間テレビで言ってた。うわ、図書館だぞ。嘘でしょ？もう冗談やめてよ。ちょっと注意してくれ。変になっちゃうんだけど。マジなのよ。てか、あんたっていくつだっけ？もう、歳なんか聞かないでよ。いやいや、だってそこ大事なとこよ。っていうか逆に、いくつに見える？いやいや、うざいわよ、あんたそれ。ここ図書館ですよ。静かにしてもらえませんか？ちょっとなんなのこいつ、超ザくない？ねえ、ヒコちゃんぶって何様のつもりって感じ。ほんとよね、いきなり失礼しちゃうわよね。ちょっともう、こいつのせいで白けたわぁ。もうガチでうるさいから他のとこ行きましょう。行きましょう行きましょう。はぁ、なんでめちゃくちゃな人たちなんだ。この人たちが。この花壇は立ち入り禁止ですよ。お花さん踏んでるし。またこいつ、なんなの？調子こいてない？ねえ、ほんとエコちゃんぶりすぎ。超ざいわ。私たちは気持ちよく日向ぼっこしてただけよ。そうそう。そもそも立ち入り禁止って、私たち人間じゃないし、関係ないわよね。よく考えたらそうよ。勘違いして。ほんと寒いわ、こいつ。まったく自分の身の程をわきまえてほしいわよ。ねえ。本当困った人たちだ。今日のお話、面白かった？次の動画でまた会おうね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。